よっしゃ、録画開始した。本日紹介するゲームはこちら、ローマチックエイジとなります。作ってるのは中国人なので、中国語のタイトルは、テーマ時代になってます。あの低いに魔法の間に時代って書いてテーマ時代っていう名前ね。もうそのまま直訳してんなっていう。先ほどちょっと前説の分でチクとお話しましたが、改めて説明しましょう。このゲームは、ダンジョン&ドラゴンズの、ルールに基づいて、作ってます。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの、オープンゲームライセンスを使って、ダンジョン&ドラゴンズの、確かバージョン 3.5 だったかな、のルールをそのまま用いた、ものになってます。確かどれだったっけ、確か下の方にライセンスがあったと思ったんだけど、どこだったっけな、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのオープニングか。あれ、どれだったっけ、あ、これだ。よくある質問だ。よくある質問の下の方で、どこだったっけ、確かどっかに書いてあったと思ったんだけどな。あ、まあいいや。その間形でダンジョン&ドラゴンズのライセンスを持って、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの、オープンゲームライセンスを用いて、D&D の、ルールセットを用いた、ハクスラになってます。またお前ハクスラかよって話ですけど。ハクスラね、ハクスラね、うん。今年の初夢、グリムドーンで、ハードコアランクやってる時に、ハードコアランクでやってる時に、死んでキャラクターがロストするっていう初夢を見て、で、冷や汗かきながら起きて、そっから、一日中トレハンしてたっていう苦い思い出があるので、もうハクスラはやめようっていう風に思ってただけなんですけど、気がついてたらずっとハクスラやってました。そうや、考えたら D&D もハクスラなんですよね。ま、一番単純な、確か、プリセットのシナリオ集で言うと、なんかどっか廃墟に入って、廃墟にいるモンスターを倒してくれっていうのは、クエストを受けて、そこで、廃墟で戦う、廃墟に、侵入して戦うというダンジョンクロールだったかな。うん。で、そう考えてみると、今のダンジョンに押し入って、モンスター倒して、で、お魚手に入れてレベルアップして、大喜びするっていう風なやつを、数回繰り返してキャンペーンを挑むっていう風な流れ。これって、ぶっちゃけハクスラないよね。もちろん、その、テーブルトークにもいろいろと、まあ、クエストっていうか、セッションのタイプがあって、そうしたの戦闘と、まあ、ダンジョンクロールを目的とした、ハクスラがあれば、またそのどちらかと、登場人物、ノンプレイヤーキャラプル、ノンプレイヤブルキャラクターと会話なりトークをして、で、まあ、セービングロール振ったりとかどうこうするっていうで、の魔法探知内トークを使って、まあ、謎解きをするという、シティアドベンチャー、確か戦闘が一切ないタイプのアドベンチャーのことをシティアドベンチャーっていう特記するんだと思う。言ったらその本来だったらそのベースとなる、まあ、まあ、基地となる、あの宿屋の代わりである村の中でゲームが終わるっていう点でシティアドベンチャーだったかなという形で、まあ、どちらかっていうとシティアドベンチャーの方は、まあ、大抵で言うと、まあ、ボス戦なりどうこう加えた普通のクエストでセッションになることが多いんだけど、うん、シティアドベンチャー面白いには面白いんだけど、僕中学校時代の時にね、ちょっと昔話になって悪いんだけど、中学校時代に僕ソードワールドやってたんよ。確か地元にいる友達4人かな、うん、4人のうち1人がちょっとどちらかっていうとビデオゲーム系の人なんで、てかまあ全員ビデオゲーム大好きなんだけど、まあビデオゲームから、まあ、テーブルトークを知ったっていうタイプの人間なんで、でそうしたビデオゲームからテーブルトーク入る時ってソードワールドバージョン1ってすげえいいのよね。うん、
D&D を元にして作った、テーブルトーク数あれと、まあ主に有名なのが日本ではソードワールド、海外ではドワークブだとムムの腕の見せ所ですよね。シティアドベンチャー、そうそうそう、うん、で中学生だから、あのやってる側を見たらドラクエなりファイファン、 FF じゃなくてファイファンっていうけどさ、ファイファンの延長上にあるもんで、もうサイコロ振ってダメージ出したいわけだよね。で、いや、に対してマスターは結構割とガチでテーブルトークやりたくて、シティアドベンチャーやりたいっていう話になって、いざ一回シティアドベンチャーやったら、あ、じゃあとりあえずダンジョン行こうかっていう話になりまして、最終的に。やっぱ中学生にシティアドベンチャーの魅力は結構難しいなと。シティアドベンチャーで言えばどちらかっていうと、その、まあ、D&D でもできるにはできるんだけど、まあ、多分その、東京ノバとかでやった方が面白いと思う。どちらかというと東京ノバの都市そのものがマクツなんで東京ノバというマクツなんでねそうだ、あいつはダンジョンの中で生活してんだな、東京ノバってさまあそのシティアドベンチャーと対局をなす、ハッカー&スラッシュ、まあハッカー&スラッシュの中でも、まあ、特にダンジョン攻略をするタイプはダンジョンクロールって言われるんですけど、まあハクスラが戦闘と育成メインで、ダンジョンクロールはどちらかというともうちょっと目的を持った、まあ最初にオープニングクレジットとエンジニングクレジットが入って、でダンジョンを攻略して奥にいる、ホブゴブリンなりヴァンパイアなり倒す。で僕のそのまあ中学校時代の話なんだけど、ソードワールドの時にはそのソードワールドってさ、政治とか取るとあのモンスター語を使えるんだけど、ゴブリン語喋るときみんなゴブゴブっていう風に、あのゴブに全部ゴブってつけるっていう。じゃあホブゴブリンだとどうなるんだよって言うと、ホブゴブになるって話ゲラゲラあってました結局あのあとなんか砂漠、ピラミッドなる砂漠に行ったりどうこうして、最後は結局ヴァンパイアと戦って、ヴァンパイアロードと戦ってセッションじゃなくてクエストがキャンペーンが終了したんだったかな。うん、やばい、マスターのタクちゃんには本当にいろいろ今から考えたら迷惑かけた。うん、で高校になって自分でマスターをやるようになって、あ俺当時タクちゃんにすげえまずいことしたんだっていうあれなんかマスター経験をするとなんかテーブルトークってなんか妙に今マスターやってる時のなんかサブマスター的な立ち位置としてなんか優しくなっちゃうのよ、あるよねなんとかしてこ の, セッションを面白くさしたいっていう風な気持ちになって、だからマスターの気持ちを変に読んじゃう部分があるちょっとめんどくさいそれはそれでちょっとマスターからしたらなんかちょっと慣れ慣らしいなりめんどくさいななり、もうちょっと俺のコマとして動けよみたいなところあるかも、もうちょっとなんていうか冒険するのも楽しんでくれよっていう風に思うとこあるかもしれないんだけどというわけで、僕がやってるのはソードワールドと、ガープスでした。ガープスルナルはガープスルナルで面白かったね。グループ SNE だったかな、行ったら、ログアウトだったかな。まあその頃その TRPG 人気はそれなりにあって、まあマスタースクリーンとか、高い金払って買うような人がまたいるような時代で、富士見ファンタジアなりから結構バス確かテーブルトークの確かルールブックとかも出たりしたね。マスター、僕はガープスはマスターの経験が、多い。ソードワールドが何回かやったことあるっていうぐらいかな。ガープスの方がゲームマスガープスはね、ゲームマスターすげえやりやすいよ、楽なんよあれ。とりあえずマイナス3とかマイナス1とか言っとったらそれサイコロ振らしちゃいいだから、いいだけだからさ雑だけど、まあその辺の雑さ、雑っていうか汎用性に加えて、まあガープスルララなんかで言えば、ちゃんと日本人がのファンタジー作家が書いた、ファンタジーに従って、やるもんだし、ガープスのルールそのものでも確か、ガープスサイバーパンクなり、ガープス妖魔夜行、妖魔夜行だったかな、100個で妖魔夜行だったかな、なりいろいろとサプリメントがあって結構面白かった覚えがある。うん、で意外とね、その日本で言うとやっぱソードワールド、特に僕の世代、まあ、40代の世代で言うと、やっぱそのビデオゲームのロールペインゲームからテーブルトークを知ったっていうケースが多いから、それだとどちらか D&D よりもソードワールドがよくできてんのよ。うん、ちゃんとビデオゲームの、ビデオゲームの流行をうまく取り入れて、D&D をアレンジして作ったんだなってよくわかる。うん、今から考えてみると本当ソードワールドすげえゲームだと思った。あとロードストアルジね
ボソッと言うけどロードス島あるんやね、あれ呪われた島ロードス島とかさまあ公式のサポートもしっかりしたし、マスタースクリーンも結構しっかりしたもんだったからね。うん、あ、何の話だったっけ。あ、そうだそうだ、だけどローマジックエイジをやっていきます。ローマジックエイジ大きく分けて2つのゲームモードがあって、1つはアリーナ。アリーナは、まあ、簡単に言うと、キャラクター、まあ新しい。クリスタニアも。ああ、クリスタニア、懐かしいな。なんか今、まずい話をしてる。なんかゲームの話をしねえ。クリスタニアは結末変えてほしいっすね。ああ。まあ、あの頃いろいろあって、ログアウトが休暇になってさ。田中俊さん の, そ お, もんあの怒んないでねっていうテーブルトーク漫画はマジある名所なんで、ぜひとも手に入れてください。テーブルトーク全盛期だった、時代 の, いろんなテーブルトークの話が読めて面白いです。絵も結構楽しげだしね、うまくテーブルトークを漫画化できてるなところで、今のテーブルトーク漫画よりももうちょっとその業界に踏み込んだちょっと慣れ慣れしい感じの業界の踏み込み方がちょうどその裏話も聞けて面白かったっていうような感じで、業界レポートでもあるしテーブルトークリプレイでもあるっていうすごくよくできた本なんで、田中俊さんの本内では、ぜひともお求めくださいで、アリーナでは簡単に言うとデフォルトの、プリセットされたキャラクターまたは、新しいキャラクターを作ることができます。で、こっちはクイックビルドを選択すれば、まあデフォルトのキャラクターがすぐできるっていう形なんだけど、こっちの方を選択するとレベルアップが、自動的に選択できるっていう、もうとにかくもう戦闘だけやりたいんで俺はっていう風な人は、こっちのクイックビルドを選べばいいでしょう。でカスタムキャラクターはいつものあれですよ、はい人間ドワーフ、エルフ、ノーフ、ハーフエルフ、ハーフオーク、ハーフリングっていう形でさ、まあ一応こういったまあボーナス能力値があったりするってやつですね、いつもので。相変わらず人間は何でもできる、エルフは初めから、弓を持ってるで、ハーフオークはやたら眼鏡っていうような形でさ、特色があって、で人間で選べばその次クラスを選択、ファイターはとりあえず、武器万能色、クレディックは、まあ、ターンアンデッドなり、ヒーリングが使える、ウィザードは主に、足を転、相手の足をすっ、すっ転ばせる、技が多いです。こうね、D&D のウィザードが、これ面白い面白くないともかくとして、まあ、D&D なんで、当然のことこれ D&D なんで、アーマークラス死ぬほど大事です。アーマークラスって言ったら、後を説明します。で、相手のアーマークラスいかにして下げるかっていうゲームではある。自分のアーマークラスなりストレングス上げて、そして相手のアーマークラスをどれだけ下げれるかっていうゲームだと思っていただくといいでしょう。なので、ウィザードといっても攻撃魔法バンバン打てるっていうのもんじゃなくて、どちらかというと主に、味方にバフをつけて、床を、沼にして、で相手すっ転ばせるっていうのが仕事です。それと比べたら、ソードワールドって、レベル5からファイアボール打てたりとかする、ファイアボール投げる、打てたりするので、言ったらそのウィザードでも魔法職でもちゃんとダメージ出せるってところは、ビデオゲームの RPG に近いなという、だから、どちらかって AOE のダメージディーラーという形の、ウィザードというふうに、定義付けたのは面白い仕事だと思う。もちろんそのテーブルトークやってたら もちろん僕 D&D 至上主義派がやっぱいるわけで、ね、そうした方々やっぱ補助魔法をによる駆け引きがどうこうっていう風な話やっぱどうしても出てくると思うんだけど、そこをソードワールドをあえてビデオゲームっぽく、特色つけたのは本当に良いアレンジだなと思った。ぶっちゃけ D&D だけじゃなくてガープスにしても魔法職やろうとしたらファイアボール投げたりとかどうこうする前に前提の魔法として結構その補助魔法をたくさん覚えなくちゃいけないんだよ。例えばかゆみとかさ、意思判定にロールに成功したら相手をかゆがらせる。で、かゆがらせてるときは、すべての、ロールがマイナス1になるっていうような感じの、かゆみとか、痛みとかさ。そんなレベルから魔法覚えていかなあかんのみたいな形のさ。それから言ったら、まあ、ルダルな、ガープスルダルっていうサプリメントで言えば、それぞれ進行によって、プリセットが得られて、で、手っ取り早くダメージスペルが得られるところは、よく、まだ、で、
ソードワールドの経験をうまいこと、日本風にアレンジして活かしてんなって思った。後でね、やってるときはちょっと当然思いませんよ。ローグ二刀流、具体的には急所攻撃がメイン。急所攻撃っていうのは主に相手が、すっこんでるときや気絶してるときや眠ってるときや、麻痺してるときに対して大ダメージを与えるっていうダメージディーラーです。ファイターがディフェンダーでローグがダメージディーラーですね。その分ダメージディーラーの分だけあってどうしてもアーマーが薄くなります。バーバリアンはなんていうかダメージが出せるローグ、ダメージが出せるファイターっていう感じかな。じゃあファイターのいいとこ取りなんていう感じがするかもしれない。そうでもない。んで、ファイターみたいに、自由にクラスを選べないっていう部分もある。バーバリアンで言えばもうバーバリアン用のクラス、バーバリアン用のスキルをどんどん取ってって、バーバリアンとしてでしか成長できないんだけど、ファイターの場合は、言ったら足転ばせたり組み打ちしたりっていうような形を戦技、言ったら、今正面に向かってる、敵に対して何らかのデバフをつけれるっていうようなスキルを得ることができるので、ファイターの方が非常に便利。はじめはバーバリアの方が火力あるかなと思ったんだけど、ファイターはファイターで、レベル3から4くらいまで上がっていくと、まあ、一生足すっ転ばせるっていう。ウィザードで眠らせ、ローグで止め。それそれ、うん。だからウィザード最初覚えるスキルっていうと、スリープなんよ。スリープか、ワックス。で、もちろんその日本、ソードワールドの場合で言ったらマジックアローなり、まあ言ったらファイアボールなり、アイスストームなり、まあダメージスペルがどっちかと多くなる。まあダメージ与え、まあ補助魔法、そう、補助魔法、ここはやっぱ、なんだろう、やっぱ FF なりドラクエの影響ってあるのかな。みんなフバーハとか使わないじゃん、マヌーサとかさ。使う補助魔法って結局ルカニかスカナ、スクルトだけでしょ。っていうノリで、うまく日本風にアレンジできてるなと思う。で、ファイターを選択して、武器はまあとりあえず剣。スーだとカウンターマジックですかね。ああ、確かに。と、個人的にはフレイルが欲しいんだけどな。鎌が手に入ったら剣で代用できるんだけど、フレイルはスケルトンが出た時結構便利だからフレイルは取っときたいな。ハンマーと斧って結局剣で代用できるしね。あ、じゃあ斧に関しては結局剣で代用できるし、ハンマーに関してはフレイルで代用できるからフレイルがいいかなと思ってます。で、いつも能力値ですよ。ソードワールドでいうと2リーフって大好きなの決めるやつですね。うちの中学生の時の、ソードワールドやってる、メンバーでは、能力値ロールして、1が3つ以上あったら水攻撃できるっていう特殊ルールがありました。すいません、なんかイントとかチャームとかね、割り振って大変申し訳ない。まあ、ウィズダムはちょっと欲しいな。まあ、こんなもんでしょう。普通のファイターって言うと。能力者進め。ストレングス。命中率に影響。命中率とダメージロールに影響。デキス、は、主に回避力。アーマークラスに影響だけど、ファイター場合は、基本的にフルプレートをつけるのに関係なし。耐久力、ヒットポイント上昇値に影響。で、イントとチャーム、ファイターには関係なし。ウィズダム、とりあえず、相手のスペルに対しての1セーブがあるので、ちょっと欲しい。っていう風な感じで、作っていって、ね、まあ、特技も、選択していく。まあ、武器熟練で、武器ロール、命中ロールにプラス1つけて、で、まあ、やっぱファイターやっててどうしても欲しい。これないよ。足払いないよ。足バレーがレベル3以降でしか取れ、レベル4なりレベル5なり、いったらそのレベル3のこの宣言の親和性が1個いるので、それまでは結構ファイターって割と置物になっちゃう感じがする。ぶっちゃけでも、序盤で言うと、
あとはまあ強度なぎ払いでしょう。こんな感じになるよね。それかなぎ払いを後回しにして、まあイニシアチブ強化で先に前に出るって感じかな。アーマー持ってるからイニシアチブ遅くなる分、その分イニシアチブ強化を取るって感じかな。でまあアバターはどのタイミングで変更できるんで、で男女っていう設定は特にないので、で名前も日本語を入れることできますっていう形で、キャラクターを作って、一応はシールドを手に入ったらシールドを持たせよう。でまあ、このような形のキャラクターできましたっていう風な形の、オリジナルキャラクターを作るっていうパターンか、またはもともと、プリセット用意されているキャラクターを選択するって形ですね。アリーナの、人物は、6人で、そうして、6人のパーティーを作って、まあ、順番に、上から順番にウェーブを攻略していって、でウェーブ全部制覇したらボス戦に挑むっていう風なやつを繰り返していって、で、まあ、お店開いて、マジックアイテムなりどうこう金で買ってっていう風な形を繰り返していく。なので戦闘して、マジックアイテム買って、でから、パーティーの、レベルアップしたらレベルアップ割り振ってっていうやつを延々と繰り返していくっていうゲームになってます。わかりやすい。今までついつい5人でプレイしたから、あと1人入れよう。今いるのはファイターでアーチャー、クレリック、んでからローグ、んでからウィズダム、ウィザード、ウィザードとアーチャーがいるから前職やっぱ3人欲しいな。ハーフウォーク、エルフ、エルフ、なんでエルフがこの多いんだ。じゃあドワーフじゃなくて、あれを入れよう。ドワーフのガーディアン入れるか。フルプレート1枚買っとくか。あ、そうそうそう、思い出した。もともとあるプリセットをロールし、採用してもキャラクターのビルド方針を、自動にするか手動にするかっていうのが選択ができますので、とりあえず自分でキャラクター育成したいんだっていう人はここのカスタムキャラクターを選べばいいでしょう。1着買って、でこいつにフルプレートつけてと。ドワーフだからね、移動はスピードは5しかないんだけど、重量に関係な、装備に関係なく5動けるっていう風なメリットがあるので、結構がっつりとしたがたいのいい、キャラクターを作りやすいです。ただまあこのゲームほらアーマークラスが大事なんでとにかくアーマークラス大事なゲームなんで、最初はもうとやっぱ盾突きですね。もうよっぽど相手が弱いか、武器を無理やり変更しなくちゃいけないっていう時以外に関しては、基本的にはアーマー付き、シールド付きです。もうシールドなんか外してろくなことにならへんここにあるのはあれですね、いつも重量制限ですね。重量制限を超えると、攻撃ロールが減って、さらにスピードも下がりますっていうような感じのやつですね。いつものやつです。
で、こうした、設定の中でいろいろとやりくりをしていくっていうのが、本作の見どころになってます。ちなみにその、パーティーのレベルに関してはなんか統一っぽくてさ、うん、今先ほど仲間に入れた、人もですね、いきなり軽減値がある状態になってる。まあそろそろいっか。まあこうした形で、まあ準備して、白山の肝っていうとね、戦闘と育成の繰り返しなんで、今やってた育成パートですね。お金を払って装備を買って、ね、経験値払って、キャラクター育成して、それで、準備ができたら、戦闘に挑むっていう形です。で、これの繰り返しで、戦闘と育成、戦闘と育成を繰り返して、キャラクターを育成していくっていうのが白スラになってます。で、戦闘ルールは、基本的には D&D の上級戦闘です。よくあるやつですね。イニシアチブの順番によって、このように設定が決まり、で、キャラクターは、それぞれ、武器を交換したり、スキルを使ったり、まあ、この下の MMO っぽいユーザーインターフェースからも選べるし、マウスの右クリックしても選ぶことができるっていう形になってるし、ある程度自動で、キャラクターの選択ができるなってる。例えば自分の選択すれば、自動的に、防御専念してアーマークラスに、防御差つくっていう形ですね。順番を後回ししたかったら、行動遅延で後回しになります。敵がどっから出てくるかちょっと確認します。で、クレリックが主にやることは、シールドを配るですそうだね、シールドだね。で、射撃武器には当然のごとく、遮蔽物判定があり、このような形で火線が通ってる場合だったら命中してしまいますが、先ほどのこのクレリックみたいにキャラクターの後ろに回った場合は命中しません。攻撃の対象として選べないっていう形になってます。ので相手の、射撃武器に対して遮蔽をしながら、敵に接近して、ゾーンオブコントロールに入れるっていう風な形のタクティカルコンバットを延々と繰り返します。これが楽しいんじゃよこれが超楽しいです。ゾックに入っダメージでかそうだね、スリープだねレンジャーはめんどくせえから最初に処分しておきますよ。で、まあ魔法にはクールダウンがあるので、クールダウン中はもうひたすらずっと相手やって味方のアーマークラスを上げる魔法を使い続けます。先ほどからの親の仇のようにアーマークラスがどうこうっていうふうに言ってるんだけど、このゲーム の、 その戦闘ルールを簡単に説明しましょう。このアタックのこの武器、これですね、アタックの武器に 1D10 面ダイス2つ打った値が敵のアーマークラスを超えると初めて攻撃は命中します。なので、アーマークラスっていうのは、まあ、ダメージを軽減する防御力ではなく、
回避力だと思ってください。回避力っていうと、まあ、デキストリが関係してるのは当然なんだけど、デキストリに加えてさらに、アーマーの硬さなり、アーマーがどれだけ全身を覆ってるかによって、回避力が決まるって形になってます。なんで、当然ごとくフルアーマーをつけて盾を持ってる、このファイターに関しては、当然ごとくアーマーが高いです。レベル1ではっきり言って、ね、このゲームアーマー23なんて事件ないからね。で、いろいろと、まあ、上級戦闘なんで、こうした形で、挟み込む、ちょうど、相手の裏側を取って攻撃をする場合は、強撃という判定になり、命中率が上がります。で、命中率といっても、まあ、具体的にコロコロコロってサイコロ振って、ポンと数字が出て、当たったなり、外れたっていうのは、めんどくさい演出が出るわけなく、もうその辺の演出はもう全部カット。で、そうした、ロールが読みたかったら、ここに全部表示されてます、ロールがね。なんで、まあ、ロールがついて読みたい人は、それで読んでいいと思うんですけど、基本的にはその辺のロールは全部無視して、まあ、覚えてたら、まあ、ゲーム、どうやってキャラクターを強くするかっていう部分に関しては、ロールに関しては把握が必要なんだけど、ゲーム画面の戦闘としては命中率 70% 出てるから、これの通りです。わかりやすいですね。なんで、D&D のそのもののルールは使ってるんだけど、やってるのは普通の、ファンタジーのタクティカルコンバットとして、ユーザーインターフェースをきっちりとまとめている上に、まあ、主にその戦闘系に特化したっていうか、まあ、戦闘中にできる、ことは一通り、ユーザーインターフェースに、実装されているっていうのが、ローマジックエイジの戦闘になってます。で、こうして敵を倒してお金を手に入れて、たっけえなメイジロープ知ってた。あー、元素魔法にプラス2ダメージとか超ええやん。ショートソードプラス1もいいな。ロングボプラス1とりあえず得とこう。で、リングボエナジー得て、でショートソード得て、メイジブロール、メイジローブまだ買いませんよ当然ごとく。うわ、一気に3歳したね。ただまあ、それなりに強いのが手に入ったけど、本当言うとコンポジット棒が欲しいんだけどな。じゃあコンポジット棒を作るか。ロング部をコンポジット棒にクラフトすると、コンポジット棒だと、ダメージに筋力ボーナスがつくので、グッド火力が上がります。しかもこのコンポジットがな、500円、500クレジットできる。すげえ安い。ロングボウをコンポジットにクラフトしました。で、そういったコンポジットっていう形で、筋力のボーナスをつけるっていうパターンと、クロスボウの場合は、マジックガイといったらその命中判定に知力を使うっていう判定があります。で、マジックボーナスがついてるマジックアイテムに関してはお金払って、マジックボーナスを強化するっていうことができます。というわけで、このアリーナモードの育成って結構もう金払うだけだからすげえ楽なんよね。わかりやすいっていうかさ。じゃあ先ほど買った、まあ、ショートソードを、まあ、ショートソードプラス1にしてと。まだダメージディーラーだからね、今大事に育てていきましょう。あ、もちろん二刀流は二刀流でいろいろと D&D のルールに基づいて、判定があります。まずは、二刀流っていうか、両方に武器を持った場合、マイナス6の判定がつくんだけど、そこからあと二刀流のスキルを持つと、プラス2になって、さらに、利き手じゃない方に軽武器持ってると、プラス2されるっていう形で、二刀流の技術を持ってると二刀流した時の、命中率、命中ロールに対してペナルティが、大幅に下がります。で、まあ、大抵ローグだったらいつも持ってるんだけど、武器の妙技っていう、デキソリーを使って命中判定を取るっていう風な、スキルっていうかタレントがあるので、それを使えば、この筋力のボーナスではなく、デキソリーのボーナスで、判定するっていうのが作りになってるから、もうちょっと命中率が上がる。
で、この辺も D&D そのままですね。なんで、あのこのゲーム、その D&D でキャラクターどんだけクソ強いキャラクター作ってやろうかって形、マンチキっぽいで、マンチキっぽいってもう本当マンチキンなんですけど、ただの、ただあのここのマンチキンっていうのは戦闘にどうやって勝つかのマンチキンであって、そのキャンペーンをクリアするためにいかなる手を使うってもいいって考えてるマンチキンとは違うよね。マンチキンにも2つあって、ルールの中で遊ぶっていうマンチキン、あの、まあ、戦闘系のマンチキンと、そしてあの、言ったら、セッションっていうか、まあ、クエストの成功するために、言ったらそのマスターの考えたシナリオをぶっ壊すっていうマンチキンの2つがある。こちらはどちらかっていうと、その戦闘系のマンチキン、言ったらその ただ単純に戦闘に特化した、戦闘とことん突き詰めて遊びたい。まあ、D&D に戦闘がそのものが面白いんでね。まあ、どのテーブルトークも戦闘面白いもんですけど。この厳密な、D&D ルールに基づいた、RPG で、なんかタクティカルコンバットで、いかにして、生き残るかっていう部分に一生懸命、集約して楽しめるものになってます。あのゲームマスターは、まあ、パソコンなんで、あの思う存分マンチキンしてください。シコンポジットブロングボウつけてダメージ結構増えたねこれね。ダメージがそうですね、コンポジットだから、この筋力のボーナスが適用されるようになったよね。これで火力がぐっと上がりました。こいつなんでロングソードそんな低いんだ。筋力はそんな低いわけじゃないんやけど、こいつが高すぎるんか。筋力が高いってあんな。筋力が高いのと、あと武器熟練ついてるって形か。うん、まあ、もう一回おさらいしましょう。攻撃の命中どうやって判定するか。アタックプラス、アタックでこっちのアタックだね。アタックプラス、あ、間違った。これプラス10って書いてる通り、あの、まず、サイコロ振って、1D10 のサイコロ2つ振って、平均値が11なんよね。で、そこにプラス10足したやつ21。で、このアーマー、この21っていう値が、いったらその、2D10 の、値に、この武器の、命中ボアスを足した値が、相手のアーマークラスを超えれば、初めて攻撃や命中して、ダメージロールに移行する、という形になってる。なんで、まあ、レベル1段階で言うと、まあ、だいたいどんだけ伸ばしても、アタックって言ったらだいたい10段や。命中ロールね。で、それに対して、アーマークラスが23あれば、ほとんど命中しません。一応その 2D10 っていうのはランダムではあるんだけど、そのランダムっていうのが全部の値にランダムってわけじゃなくて、正規分岐するので、11が一番大きく 10%、 あとはまあ、そのまあ98765っていう形でパーセントが減ってって、で真ん中が一番盛り上がるっていうのが確率になってんだよね。なので大体、今のこのアーマークラスから11引いた台、だから今こいつだったら24あるから11引いたら、13なんで、アタック13の敵だったら、アタック13以下の敵だったら大体、命中しないっていうような形で割り切れる。なんていうか、あの今テーブルトークの話してないかな。まあ、あのそういったその D&D のルールをそのものを使って、ひたすら、タクティカルコンバット と、まあ、このお金払ってアイテム買ってで、経験値を支払ってレベルアップするっていうのを繰り返すっていうのがこのアリーナモードになってます。これはこれですごく楽しい、うん、ひたすら戦闘できるからね。で戦闘して金もらってでショップの品揃えて散って舌打ちしてさ。で、戦闘に勝てば勝つほど、この、グローリーポイント。まあ、言ったらこのウェーブ全部クリアして、ボスを倒せば、この、グローリーポイントってやつが増えてて、このグローリーポイントを支払うことで、まあ、相手も安く買えたり、
クラフトの、値段が下がったり、あとはまあ戦闘で、得るリソ、リターンが増えたり、あとは、特定のクソめんどくさい、特にめんどくさいミニオンなんだけど、を禁止したりっていう形で、さまざまな、得点が得られるようになる。のでまあゲームをたくさん繰り返していってどんどん強い敵出てくるんだけど、チャンピオン得点をうまいこと、支払っていけば、そんなに育成が進むっていう形になる。まあもちろんその育成に失敗したらもう、勝てなくなって、それでゲームオーバーって形ですね。なのでどんだけ勝ち続けられるかっていうのを、楽しむゲームだと思っていただけば結構でしょう。こちらがまあ多分ねローマジックエイジのメインコンテンツ多分こっちだと思うよ、アリーナで、このアリーナそのものも完成します。なのでモーズオブをお楽しみください。まあ、特にテーブルトーク好きな人で一回上級戦闘やってなきゃクソめんどくさかったなと思った方は、まあ、コンピューター処理で上級戦闘を楽しめますので、思う存分遊べるものになってます。で上級戦闘やってみるとやっぱすげえ時間かかるわ例えばさ、そのミニオンっていうヒットポイント1こん、まあ、テーブルトーク RPG の話になるとヒットポイントの何の値かって話は絶対出てくるんだけど、 D&D が確かにヒットポイントっていうのは相手の攻撃を皮1枚でかわすことできる能力、言ったらそのなんていうかヒュンケル能力ヒュンケルが毎回毎回の攻め力と引き換えになんか敵に大ダメージを与えてギリギリ生き残るってやつあるじゃん、あれと一緒。ただうまいことどんだけ自分のが死なないようにダメージを食らえるかっていうのがヒットポイントらしい。でこのゲームその神兵っていうのはヒットポイント1なんだけど、神兵はまあとりあえずどこに食らって、例えばそのタンスの角に小指、足の小指をぶつけただけでも死ぬっていうのが神兵なんだけど、大の大冒険ねそうそうそう、ヒットポイントが高いければ高いほど、まあ、いざ切られた時にうまいことその、まあ致命傷とならないような場所で、受けたりできるっていう、そうした寸前のところで身をかわすうまさにつながってる。だけど神兵はまだそういうのできてないから、どこ食らっても死ぬっていうところでヒットポイント1っていうような形になってます。まあ、ヒットポイントはそういう値だと思ってください。まあ、もちろんあまりにも高すぎる、例えば400と600とかいう風な生命力を持ってる敵とか出てくる、ただ単純にでかいっていうのを持っていただければいいんですけどね、しぶといとかね、まあ、ヒットポイント1ってほとんど死にかけじゃんっていうのはやっぱどうしても出てくると思うんだけど、まあ、D&D では確かそうした説明言ったら、そのうまいこと、まあ、基本的にはその人間だからといってやっぱその心臓貫かれたら死ぬんだけど、まあ、心臓貫かれないようにうまいこと食らう寸前で避けることができるのがヒットポイントの高さだっていうふうに説明してたの結構面白かった。何の話だっけ。あ、そうだそうだ。というわけでこっちがその今のところローマジックエイジの基本メインモードのアリーナです。基本的にはアイテムは戦闘を繰り返すごとにマジックアイテムが補充されるわけで、どんどんと、マジックアイテムを購入して、強くなっていけますので、こっちはサクサクと楽しめるものになっています。で僕が、普段やってるのはこのどちらかというとアドベンチャーモードです。昔はこれベータっていうに書いてあったんだけど、今ベータ版っていうのはなくなった。で今現在バージョン 0.9007 っていう形なんですけど、いつ完成とか分かりません。1年か2年ぐらい前からスタートしてるんですけどね、このゲームで、この前確かいろいろとユーザーインターフェースの変更してすごく遊びやすくなったって話になってた。ただまあロードマップが出てないからどこまで作り込むかよくわかんないんだけどな。僕が普段やってるのはこちらのアドベンチャーになってます。アドベンチャーはどんなゲームかっていうと、先ほどの、アリーナは本当に戦闘と育成だけを繰り返すっていうハクスラでしたが、こっちは普通に、ガチで RPG やります。ランクが、まあ、一応4段階あって、エクスプローラーは、キャラクターがロストしない。クラシックはキャラクターが死ぬ。ロストする。で、ハードカーとローグライクをどっちにしても、ローグライクは、パーティーが全滅すると、セーブデータが自動的に削除されるっていう風な、あれです。
メカハードコアは、死んだキャラクターを生き返らせることはできません。クラシックはワンダーワンチャン生き返らせるらしいんだけど、低レベルだと特に関係がありません。まあ、最初にプレイするなら多分エクスプローラーの方がいいと思うけど、僕はクラシックでずっとやってます。で、まあ、ぶっちゃけここの難易度っていうのはその敵の強さどうこう影響してるわけじゃないんです。基本的にレベル1の時はレベル1敵しか出てこなくて、レベル2、レベル3の時、レベル2、レベル3の時出てくるっていう形で、どの状況でも大体自分と同じぐらいの強さの敵が出てくるって形になってます。それがめんどくさい。弱いモンスター倒して適当に稼ぎたいっていう状況があまり発生しないんよね。いざダンジョンクロールしたレベル6でダンジョンクロールしたレベル6のモンスターしか出てこないわけよ。もうな、初期配置になり、イニシアチブのロールの都合によってあっという間に全滅します。普通に全滅します。なんやねんこのゲームって思うよ。で、多分それなんやねんこのゲームってなる人はエクスプローラーモードで遊んだ方がいいです。クラシック以降に関して、クラシックもハードコアも基本的にはほとんど変わりません。クラシックモードっていうか低レベルで、キャラクターを、生き返らせるっていう方法がないからです。で、ハードコアは、完全に、キャラクターを生き返することができないっていうモードで、ローグライクは、先ほど言った通り全滅するとセーブデータが自動的に削除されるっていうモードです。なんでエクスプローラーモード以外は特に関係ありません。どれ選んでも一緒です。特徴となるのはこのレベルアップ速度、これは経験値のボーナスです。経験値あんまり得られにくくしたからどうなるかっていう時にないので、とても速いにして、プレイすることをお勧めします。こうするとモリモリレベルが上がってすごい楽しいです。ワールド、マップそのものはほとんど固定なんですけど、最初に置いてある、品物なりどうこうに関してはこのロールじゃなくてランダムシートが適用される。で、あとは街のクエストなり、オイテムを、販売してるアイテムなり攻撃品のリフレッシュタイミングが30日、ダンジョンのリフレッシュタイミングが30日でから、敵のマップ上に出てくる敵の出現率が、100%、まあ、この辺も設定が自動に変更できるって形かな。というわけで、これで用意ドン。じゃあパーティーを、選択していきましょう。とりあえずファイターが、まあ、3人は欲しいけど、あとは、アーチャーにヒーラーにダブルブレードでから、ソーサラーあたりが欲しいんだけど、ソーサラーいないな。コントローラーでいいか。で、このアドベンチャーモードの時だけ、ノームなり、他のクラスが出現します。まあ、もう他のクラスノームだけだ、思い出した。人間エルフ、ハーフオーク、ハーフエルフ、バーバリアン、ドワーフ、ノーム、ハーフリングだな。うん、ひとまずその最初のこのアドベンチャーチュートリアルっていう形で、どの、まあ、最初の目的っていうのを教えてもらえる形になってるから、最初はそれに従いながら、プレイをすればいいでしょう。ちょっと待って、スタート位置ランダムしたせいでなんかえらいところが出現してしまったというわけで、このアドベンチャーモードではこのアルシアという、世界で、冒険者としてスタートして、まあ、主に町と町とを、往復して手紙を運んだり同行し名声を高めて、承認ライセンスを買って、交易してで、お金手にしたお金でマジックアイテムを買ってからダンジョンアタックするっていう風な一連の流れをお楽しみいただけるっていう風な、
アドベンチャーモード、まあ、サンドボックスモードになってます。こっちはその先ほどのアリーナモードとは違って、より、RPG、そうですね、テーブルとか RPG っぽく楽しめるものになってますので、オンラインでね、セッションできないね、テーブルトーク難民の、方はですね、ぜひとも、まあまあ僕のようなね、僕のようなね。そうね、このゲームそのテーブルトーク難民向けのゲームやね。言い方ちょっと悪いけど。ちょっと待ってね。前衛。で、から、これちなみに名前日本語を使えるので、ちょっとそのクラスの名前直接入れるっていう風な形の味気ないプレイでも全然構いません。ファイターになりですね、アーちゃんとかですね、ドアオとかいう風な形でですね、日本語っぽく入れるとですね、なんていうか今のバーチャル YouTuber っぽい流れになりますね。名字が漢字で名前だけひらがなっていう美少女バーチャル YouTuber っぽい感じがするので結構ハマれる方でしょう。で、特に性別とかありませんので、キャラクターのポートレートなり自由に選べます。でから、まあ、そういうことや。こういったね、なんかどっかで見たような。難民なので、買います。ありがとうございます。難民の方はぜひとも購入してください。もう最近このゲームをかけてすごく毎日が楽しいです。で、こうしたクイーンズブレードモードとかがあったりするので、デフォルトでモードで、デフォルトのポートレートだって。クッコロっぽいのがあるぞ。デフォルトのポートレートで満足できない方はこうしたクイーンズブレードモードを使えばいいでしょう。キャラクターの部分で、左クリックを押すと、ステータス出てくるんですけど、右クリックで、そのキャラクターを解雇したり、順番を変えたり、順番っていうか、まあ、ユーザーインターフェースの順番を変えるってぐらいなんだけどね。あとはキャラクターの名前とポートレートを変更することができます。でキャラクターのポートレートとともにこうしたね、もちろんこういうのがあるわけですよ。僕クイーンズブレード特に詳しくないんで、どのキャラクターがどの、ポートレートかって全くわかんないんで、特に関係ないんですけどね。なんか入れてみたらこんな感じやったっていうだけで、採用しておりますが。で、まあ装備変えた時に、まあ、戦闘中にわかりやすく、こいつだったら盾持ってない、ツーハンドだから、ツーハンドのフルプレートの、アバターっていうような形で、やってます。これもちょっとあれやな、ローグやったらやっぱりあれでしょ、このなんていうか陰気臭い女陰気臭い女言葉が悪いあとアイコンの色とかもね、結構いろいろと調整しておきたいですね。同じ色が被ると結構分かりづらいんで、まあ、一番いいのはやっぱカタカナで名前入れるってことですかね。なんか今特にゲームにあんまり関係ない部分ないけど、すごいちまちまとしたことやってるんですけど、なんかしたくなんねんなんでやるなこれやりたくなるんだよな、これなんでか知らないんだけど。でノームなりハーフリンクなりドワーフ用の顔がないっていうのは結構そこ辺が不満ではある。うん、ここにいかにもなんていうかハーフリンクっぽい、なんかお前本当になんか人生楽しそうやなって感じの笑顔浮かべてる、なんか邪悪な笑顔を浮かべてるやつ、なんか微笑みデブっぽい、なんかなんていうかアルカイックスマイル浮かべてるやつとかいるんですけど、ちょっと顔は結構ハーフリンク用の顔って結構なくて困るんよね、その辺が。よし、OK。じゃあ冒険の開始や。移動スピードはここで変えれます。で、このゲームちょっと眠りません、ぶっちゃけて言うと。勝手に0時0分達成すると、物資を
まあ、言ったらお弁当ですね。お弁当だったりキャンプファイヤーを1個消費して、パーティーの体力は全部全開します。さあ街に到着しました。ごめんなさい、ちょっといつもよりなんかマップが狭いっていうか、あのウィンドウサイズがちょっとちっちゃいんで、ちょっと操作がもたついておりますが、で、アリーナの場合だったら基本的に、戦闘が終われば、何でも揃ってるっていう風な、なんていうか、あのグリムドーンでいうところのルツボみたいな感じになってるんだけど、このアドベンチャーモードは当然のごとく、売ってるアイテムは街ごとに違います。最初お金すげえきついです、当たり前ですけど。なので最初はとにかく装備を、全員分ダンジョンアタックするできるだけの装備を集めるところからスタートです。あと弓 と、ボルトの補充は絶対に必要、なくなると地獄なんですから、ね、何もできなくなります。街の機能は主に、冒険して名声を高めていくと、まあ、手紙を運んだりどうこうして名声が高まると、承認ライセンスを買えます。で承認ライセンスがあると、市場を利用できるようになる。で酒場では、クエストとか受けれる。で冒険者を雇用する、まあ、死んだ時の補充ですね。初めはレベル1ばっかりなんですけど、まあ、レベルが上がればどんどんと、まあ、高いですけど強い冒険者が雇えるようになります。で問題はここも、ここのキャラクターって実はランダムで生成される、ランダムっていうか、まあ、プリセットなりから生成されるので、当然のことです。例えば今エルフのアーチャーが死んだ、じゃあアーチャーを補充しなくちゃって時、アーチャーを探す旅から始まるっていうそこがすげえ面白いよね。アリーナだったらアーチャー欲しいなと思ったら、へえアーチャーお待ちみたいな形で出てくるけどさ、このアドベンチャーモードなかなかアーチャー見つかんないのよね。最終的にはなんかハーフリンクのアーチャーなり、なんかもうお前でええかみたいな感じで雇ったら、そいつとなんか付き合い長くなっちゃってといった即座霊園なりが楽しめます。なんていうか僕がなんていうか僕がもうニヤニヤしながら話してるっていうのを、なんか気持ちをみんなにお伝えしたいなんかもうすごいなんか嬉しいよね。なんかこんなまあやっぱでもこれルールがね、まあ D&D じゃなかったらそんなに喜んでなかったと思う。例えばこれが日本のモイモイコンテンツで女の子がいっぱい出てくるっていう感じのサンドボックス RPG だったら、そんなに触手は動かなかった。うん、そう考えたら D&D ってすごいブランドだなと思った。うん、本当その何気ない、まあもちろんこのゲームその演出こそないものの、いった演出過剰でサクサクとゲーム進められないっていう不快感はまるでなく、でそれでいて必要なユーザーインターフェース全て揃ってるっていうところで、とにかくそのダンジョンクロールなりハクスラにひたすら特化したユーザーインターフェースがすごく快適なんですけど、このアドベンチャーモードのおかげで随分と救われてる感じがする。うん、仲間死んだ時にやっぱファイターって結構ね消耗品って感じするんだけどね、やっぱウィザードなりアーチャーなりだとクレリックって結構ね、替えが効きづらいで、なんでそんな、種族なり、クラスにこだわるのかっていうと、まあ、どうしてもキャラクターを育成していくとなると、まあ、例えば、ロングボウ持ってるんだったら、まあ、ロングボウプラス1なり、コンボジットボウなり手に入ったり、でマジックアイテム手に入ったりって形でキャラクターの育成の方針っていうのがある程度その最初の武器なり種族によって決まるわけないよ。エルフなんかで言うと棒を最初から持ってるから必然的に棒になるわけですし、ファイターでも、バーバリアンとドワーフ と、まあ、あれだ、ハーフオークなり、ヒューマンなりドワーフでも全然育成方法違うし、でその育成方法違うっていうのが、まあ、レベル3なり4なり5なりになってってある程度アイテムが揃ってくると、本当にその人間ファイター用のなりドワーフファイター用なり、ハーフリングの、ウィザード用っていう形の、専門家が住んでくるので、ね、操作専門家が、まあ、運悪くサイコロを振るの間違ったサイコロの結果死んでしまうと、その替えの部分と探すのがすげえ難しくて、まあ、これまで育成した部分の一部を諦めて違う育成を始めるか、そのまま見つかるまでダンジョンクロール
はしばらく、休業中ですっていう風に立ち上げるかっていう何だろうこれがやっぱそういう、まあ、今話してるなんか変なこだわりも D&D ルールじゃなかったら多分そこまでこだわってなかったと思う。そう考えるとやっぱ D&D ってすごいなと思った。まあ、大抵のロールプレイ、まあ、大抵のテーブルトップ RPG の、まあ、お父さんに当たりますからね。すいません、ちょっと話が長くなっちゃいました。で、こうした、城壁がある小さな都市の場合は、貿易するときに、ライセンスが必要となります。に対して、こうした貧しい小さな町の場合だったら、ライセンスは必要なく、購入できます。で、こうした貧しい小さな町でしばらくは貿易を繰り返していって、お金を稼ぐとともに、まあ、物を運んだり、価格調査行ったらその行って帰ってくるっていうイベントをこなして、どんどんと名声を高めていき、そしてが高まれば、貿易ライセンスを購入し、よりそのデザインの大きい、例えば干し肉とか、レーズンとか、バターとか、デザインの大きい、生活必需品か生活、必需品から、嗜好品を取り扱うようになって、より、ビッグマネービッグビジネスに手を染めていくっていうような形になります。もちろんそのファンタジーの世界なんで、フィールド歩いてると敵に襲われます最初ね、いきなりね貿易ちまちまするよりもね、あのこうしたもう直接ダンジョンクロール始めた方が早いです。あ、そう思い出した、物資買わなくちゃ。これね、物資購入、あ、物資購入したらあれだ、チュートリアル次初陣だって、なんか戦闘しろって言ってる。戦闘準備できてんのか、そもそも。だってまだワンハンド、とりあえずこいつも、ワンハンドワーシードしたいし、あとはまあ、揃ってはないな。最初出てくる敵の引きが悪かったら、もう一人ぐらい死ぬかもしれん。まあ、いつものことだけど。あと戦闘前のそのプリセットのフォーメーションも選択できます。まあ、これは主にその前衛後衛って形で、あらかじめ プリセット、されるものになってます。で、ここの順番がおかしいなと思ったら、この下にある順番 を変えれば、その通り並ぶでしょう。ただまあ基本的にはこれでいいと思う。この辺とかファイヤーボールがボンボン飛んでくるんだったらこれも欲しいなと思うけど、大抵まあ前衛とが壁作って、でその後ろにしっかりとアーマーが高い、まあ、アーマークラスがあるキャラクターを並べておいて、その後ろにアーマークラスの薄いキャラクターを並べるっていうのでいいと思います。で、最初いきなりミッション動向を繰り返したり、もう貿易するよりは、もう直接ダンジョンクロール始めるのが早いです。ダンジョンクロールはこんな感じ。昔懐かしの方眼紙ですよ。で、このゲーム特徴だけど、ダンジョンクロールって部屋はモンスターがいるかいないかであって、空箱なり罠が落ちてるっていうのはこの通路に当たるんですね。いた、モンスターだ。とりあえずキャンプすると8時間消費します。フィールド歩いてるときはね、なんかただ歩いてるだけで物資を消費して、なんか24時間歩きっぱなしっていう風な感じなんだけど、ここがね、まあ好みによる。このゲーム夜歩くと視界が狭くなって、モンスターの不意打ちを食らいやすくなるっていう風な設定があるんだけど、普通夜出歩かねえじゃんっていう風な気持ちもあったりする
ただ夜出歩かねえじゃんっていう形で言うと、毎回毎回その何時から何時の間はキャンプしなくちゃいけないっていう風な、そういっためんどくさい移動方法になると思ったり快適にプレイできないから、それだったらもう割り切って作ってしまっていいのかなっていう気持ちあったりする。なんでこの多分物資にね、あのレッドブルなりエナジーモンスターが入ってると思えばいいよ。なんていうかレッドブルなりエナジーモンスターがなんか人を24時間動かせるなんかやばい薬が入ってるってわけじゃないんだけど、ククリが見つかったけど投げ武器にはできないな、ククリって一応軽武器の扱いなんだけどな、ゴミだな。モンスターでした。ちなみにダンジョンの部屋結構狭いです。前のアリーナでやったみたいな野外でいうと結構マップ広いんですけど、ダンジョンの場合は逆にくっそ狭い。こいつアーモアクラス17しかねえから、人権ないからな。人権ないキャラクター基本的に前進しない。ダイヤラットでした。まあ、レベル1なんで当然のことアーマークラス低いです。アーマークラス14に対してこっちの、アタックがプラス10なんで、2D10 振って、4が出なかったら命中っていうところでめちゃめちゃ命中率高いです。でそうした、命中ロールと相手のアーマークラス、そしてそのダイスの正規分岐なりどうこう把握しなくてもコンピューターが全部やってくれます。でこうした形でこいつに攻撃したら 95% の確率でヒットするよっていう、ね、ダメージはだいたいこれぐらいだよなり、今、移動せずに攻撃してるから全力攻撃でボーナスつくよっていうのが自動で出てきます。これが すげえ快適、まあ、コンピューターゲームだったら当たり前なんだけどさ。コンピューターゲームだから当たり前なんだけど、ほら普段からさ日本語がないゲームとかやってるからさ、なんかなんていうか全部が全部当たり前として存在するわけじゃねえっていうその観念で生きてるから逆に新鮮なんよね、ここまで丁寧に作られてると。なんだろう、その普段ほら泥水しか飲んでないから普通になんか水道水飲んで水道水うめえっていう風に言ってる葉っぱ体と一緒やってることか。普段からそのなんていうか生き方が貧しいので。で今やってるのは主に特にそのスペルキャスターが何か、魔法を使えないときっていうのは大抵の味方にバフを配ってます。でそのバフっていうのが大抵シールドの、このアーマークラスを上げる魔法です。このゲームほらアーマークラス23以上ないと人権ないから、別にアーマークラス23ないと人権ないっていう適当に言ってるわけじゃないんやね、本当に。先ほど説明した通りそのレベル1だとだいたいその高くてもアタックの命中判定が10なので、セービング命中ロールで 2D10 で13出るっていう確率を考えればアーマークラスが23あれば前衛として立っても全然問題ないっていうのは計算のもとで言ってる、経験のもとで言ってるんですよこれ。次アドベンチャーモードのチュートリアル、あごめん間違った、アドベンチャーにチュートリアルがあって一通りその、オブジェクティブが発行されます。ただこのオブジェクティブクリアした方に何かがもらえるわけじゃなくて単純にそのゲームの進め方の説明っていうだけですね。で今やったのは初陣でとにかく戦闘に1回勝てば、終わる。で次は、タウンクエスト、まあ、街で冒険を受けてそして、まあ、街の関係を深めてで、パーティーの評判を高めてそしてより大きなビジネスに取り組みましょうっていう案内になってます。ファイターダメージ食らった。
タワーシールドか。微妙やな。微妙やな、タワーシールド。タワーシールド装備できるんやけど、命中ロールにデバフがつくからつけたくないんよね。それで一応ゾーンオブコントロールの概念について説明をしていきます。敵に密着した状態で、攻撃なり防御なり以外のこと、例えば、アイテムを使うなり、スペルを唱えるなり、そこから移動するといった行動は、全て、反撃を食らいます。おい何お前どっか行きようとしてんねんっていうみたいな形で手が飛んできます。ですが、一歩だけだったら、いったらその一歩だけステップする分には、アクションを一切消費せず、そして敵からの、反応攻撃を、発生させることもなく移動ができます。まあ、この戦闘中はこの一歩だけ移動っていうやつを、うまく使って、繊維を取りましょうっていうのはルールになってんだよね。ちょっと他のキャラクターが動くまで行動遅延しとこう。単純にちょっとスペルを唱えるタイミングを見失ったな、これ。でも当たり前のように、非常に強力な、スペルですが、一部のスペルには死ぬじゃん。しないかった、よかった、マジ神様、グッドワーク、お願い死ね。こいつはこのターンで殺す方法が見つからへんから、スリープかけるしかなかった。ポーションちなみに300円です。に対して、キャンプの物資は非常に安いんで、基本的には戦闘中でなければ、キャンプしてヒットポイント回復するのがいいでしょう。このその部屋を開けて宝箱が手に入るってわけじゃなくて、通路に宝箱を落ちてるってのはすげえ快適なんよね。部屋に当たるまでは宝箱か、罠を引くっていうのを延々と繰り返すというくじ引き楽しめる、この調整は非常にいいよね。うん、なんでルールこそ D&D なんだけど、このコンピューターゲームとして結構快適にダンジョンクロールを楽しめるように設計してるんよ。例えば、今で言うと、その F5 ボタンを押すと、セーブができたりとかね。一生セーバーのロード繰り返したらええやんって話だけど。なので、ただ単純に、最初の回の宝箱を漁りたいんだっていうだけだったら、もうあの敵に当たるまでひたすら通路だけ歩いて、で、全ての行き先で敵に当たってしまったら、じゃあ帰ろう帰ろうって形で帰っていったら、まあ道に落ちてる分の宝箱程度は拾えるんだよね。
なんでまあ戦闘を避けながら手っ取り早く、軍資金を得るっていうところで、あのダンジョンの1回だけ、クロールするっていうのは結構ありだと思います。まあレベル1の敵だと弱いからそんなに気にならないんだけどね。まあ強いて罠がうざいっていうぐらいかな。罠で毎回毎回死にそうになるっていうのがね。ああ階段見つからんかった。ちょっと簡単に階段が見つかったら2階に行って、あダンジョンでちなみに2階3階ってどんどん下に、進めば進むほど、ルートのレアリティが上がっていきます。2階3階今レベル1でも2階3階と下っていけば、ワンチャンプラス1アイテムぐらいだったら拾える形かな。そうしたダンジョンと違ってこうした民家、こんばんは、こんなゲームあったんだ、とステアム開いたらすでに持っていたあの有志の方が日本語化してくださってるんで、ローマジックエイジ日本語で検索したら、日本語でプレイできます。で、グラフィックがちょっとあんまり肌に合わないなと思ったら、クイーンズブレードモードがあります、そちらをダウンロードしてくださいいきなりダンジョン行かなくても、まあ、この山小屋とかテントとか、探していけば、こういう民家とかね、探していけば、まあ、敵がいる時だったら敵と戦うかどうか選べるし、罠があるんだったら、まあ、ヘルスに余裕があるんだったら罠引いてもいいやっていう感じで、引いていけばいいでしょう。じゃあ先ほど手に入れたルートをとりあえず打って、まあ、何の金にもなりませんけど、まあ、しばらくはそうですね、ダンジョンクロールするために、まあ、装備を集めるのがスタートですね。まあ、ヘビーシールド と、フルプレートは欲しい。フルプレートは高いんでまだちょっと先になるかもしれないんだけど、でこの辺の、まあ、レザーアーマーつけてるやつも、まあ、チェインアーマーじゃなくてチェインシャツぐらいは欲しいしんっていう形で、まあ、ダンジョンクロール、まあ、浅くダンジョンクロールしていきながら、まあ、ゴミを拾っていって、で、しばらくは、勝てる相手だけ戦って、で、レベルを上げていくっていうような形で繰り返していって、で、レベル2、レベル3ぐらいに上がってきて、特にレベル3あたりからが肝かな。レベル3になると、こっちも攻撃魔法を使え、結構便利な魔法が使えるようになったり、ファイターを反対、ファイターで、アビリティ、タレントか、タレントを2つ、選べるようになって、選べるようになるので、その辺から、パーティーそのものも強くなるのに対し、強くなるのに合わせて敵もすごく強くなります。具体的に言うと、最初のターンにファイアボール2発飛んでって、パーティーが半壊しました。もうさすがにこれリセットですよ。もうふざけんなよ、ゲーム。このゲームないね、ふざけんなっていう気持ちになったりします。なんなんやろな、このゲーム。なので多分レベル3あたりからアドベンチャーモード結構折れる要素が増える。なのでエクスプローラーモードっていう、その死んでも休憩すれば復活するっていうゲームモードで手軽に遊ぶのをおすすめします。それか F5 ボタン連打してセーブ&ロールと繰り返すかね。結局敵と遭遇した時点で敵がどういう隊列でやってきて、隊列がどうこうってイニシアチブがどうなってるかって分かんないから、まあ、結局敵とぶつかった時点で運ゲー発生するのよこのゲーム。なのであまりにもこの運ゲーが運ゲーってなるぐらいだったら、まあエクスプローラーモード遊んだ方がいいかなとというわけで、アドベンチャーモードは本当にその都市の概念があって、言ったらアイテムが全部買えるってわけじゃなくて、欲しいアイテムを探すために、そしてもしパーティーが死んでしまったら欲しい冒険者を探すために、旅をしながら、まあ、手紙を運んだりしながら、まあ、寂れた村の、特産品を買って、他の特産品、他の貧乏な村で、なんか物珍しそうに、なんかこれすげえ遠い国の食い物なんだよって形でありがたそうに売ることで、リーダーを得るっていう風な
冒険を繰り返していくってもなってます。結構ちまちまとした内容なんで、これが面白いんよ。僕は大好き。テーブルトークダミーだからかな。でちょっとこういう形で歩いてると、敵と当たってしまいます。でマップのサイズっていうのが、その先ほどみたいに、ダンジョンクロールしてる時だったら狭いんだけど、野外だと結構広いマップになって、いろいろと障害物が増えたりって形、結構めんどくさいマップになったりします。これですね、魔法を唱えようとすると普通の攻撃と違って、相手の反応攻撃を食らってしまうっていうのがポイントになっているので、前衛と後列隊列はやっぱなるべく崩したくはないですね。なので、射撃攻撃も反応攻撃、いったその敵のリアクションを食らってしまうので、先ほど言ったように一歩だけ動いて敵のリアクションを食らわないようにして、といった形で結構丁寧にゲームしないとしんどいゲームではある。で普通に時間が経過した場合、12時で、飯を、なんか記憶してるイメージとだいぶ変わってます。ここ数ヶ月でお金が入ってアート免許化されたんだろうか。あ、6月にバージョン 0.9 が出て、そこでユーザーインターフェースが大幅に変更されました。それでむちゃくちゃ遊びやすくなってます。それまで割と本当なんていうか中華同人ゲームっていう感じでしたけど、今本当にちゃんと普通の一発のゲームとして遊べるようになってます。なんで今だったらローマジックエイジはすごく、おすすめできます。やりごたえがある。起きとうやんけ、全員眠らせたと思ったのに全然攻撃当たらへんし、いつものことやけど。うわ、ぶでえ。あぶね、クリティカルスト。やっぱこのゲームアーマークラス23だと人権ないな、ほんまに。あ、そうだそう、ショートソードの系統は、クリティカルしやすいです。具体的に見てみましょう。ライトクロスボウだったら、クリティカルが、10%×2 なんで、クリティカルが発生したときには、2倍ダメージを与える。ごめん、クリティカル率が低い装備が見つからない。こいつだとどうやろう。ライトメイス、ライトメイスだと、クリティカル発生率 5% で、クリティカルダメージ2倍っていう形で、武器によってクリティカル、の発生率 と、クリティカルのダメージが大きく変わります。まあほとんど
フレーバー程度だと思ってください。ただしローグは除く。ローグはクリティカル出ると火力ないから。クリティカルがないときにローグっていうと基本的にハサミ打つか相手眠らせるか麻痺らせるかによる全力攻撃が命中しないと6、7メーター耐えません。もう持ってるのソードショートソードやしね。そもそも二刀流にしてると命中率下がるしさ、このゲーム。じゃあなんで二刀流やってるの、死ぬのって話だけどさ。よかった、生きてる。生きてるって素晴らしい。殺して。よし。ああ、毎回ヒヤヒヤもの戦闘ですね。敵に倒した時のルートが結構大きいんで、ダンジョンクロールしてても基本的に宝箱を開けるっていうローリスクの方法以外で言うと、やっぱモンスター倒して、ルートを得ることが多いです。そこの部分はなんだかんだ言ってやっぱ白紙だって感じがしますね。物資を補給、あと大事なのがスペルマテリアル。これは抜いたら魔法石だと思ってください。このゲームそのキャスティングタイムがない、あ、キャスティングタイムじゃないや、クールダウンがない魔法はマテリアルを消費しませんが、クールダウンがある例えばヒールなりですね、ファイアボールなりで、スリープなりモールドなりのいったクールダウンのあるスキルは、スペルマテリアルを消費していきます。当然ごとくスペルマテリアルがなくなった魔法は使いませんが、街にたどり着いて、あ、ちょっと減ったなと思ったら買っとくぐらいでいいです。スペルマテリアルは、まあ一つのダウンのようにスペルマテリアル全部使い切るほど魔法を使おうと思って、多分全員魔法職じゃないと無理このゲーム全員魔法職にできるほど甘いゲームじゃないから残念なことに、もうちょっと緩いゲームでよかったんやけんな。で、今のこのちょっとマップの形を覚えておいてほしいんだけど、このゲーム、マップそのものは全部固定ないんよ。もうこの形のマップしか出てきません。んで、都市の場所も一緒です。で最初に扱ったそのランダムシードっていうのが、まあ、街に置いてある、交易品なり、クエストなり、武器の、シードだと思ってください。そこに関してはあまり、気にならなくてもいいんだけど、ほらランダムマップで実装してもさ、このゲーム結局10時間、20時間、30時間やるわけだから、だから10時間、20時間、30時間もやるゲームで、マップが別にランダムでも30時間も遊んでたら、同じ、一つのマップをずっと遊んでると一緒だから、だからランダムマップを導入しなかったのは個人的には正解だと思う。うん。というのも、この街の場所がどこかっていうのはこの画面分かんないんだよね。この画面で街の場所がどこかっていう風に分かれば、まあ、ランダムマップで遊びやすくなるっていう考えもできるかもしれないけど、知れないんだけど、マップが固定だったら、この、まあ、そのうち、マップ固定なんだったら、街の名前そのうち覚えるだろうみたいな形でさ、覚えづらいんだけど、正直街の名前付けさせてほしい。じゃあ名古屋とかさ、愛媛とかさ、加古川とかさ、姫路とかさ、福島とかさ、そういったなんか名前を付けて区別しやすくできるんだけど街の名前がなんていうか、ちょっと英語だからっていうよりもちょっと馴染みが薄い言葉だからちょっと分かりづらいっていうのはあると思う。それに関してはランダムマップじゃないから、まあ100時間もやったら覚えるだろうっていう程度諦めてください。ランダムマップだったらよかったになーっていう風にやっぱ思っちゃうところあるんだけど、ランダムマップが嬉しいっていうのは言ってもやっぱ5時間なり10時間ぐらいで終わるゲームだったらランダムマップで
遊んでてもいいなと思うよね。うん、例えば、エレメンタルホーレンチャントレスレジェンダリーヒーローズとかさ、エレメンタルホーレンチャントレスレジェンダリーヒーローズとかさ、エレメンタルホーレンチャントレスレジェンダリーヒーローズみたいなゲームだったら、ランダムマップでいいと思うんだけど、こうした RPG で、まあ、の30時間も50時間も遊ぶっていうゲームで、だったら、クエストのユーザーインターフェースを良くするか、まあ、プレイヤーが街の名前を覚えるかどっちかって形で考えたら、まあ、街の形は固定で良かったかなと思ってます。というわけでアドベンチャーモードの、紹介はこれで終わり。で最後に、今遊んでるキャラクターの方を紹介をしていきましょう。この辺が確かさっきランダム生成って開発難度も高いですしね。そう高い割にあんまりメリットないねんな。ランダムであることにメリットのあるゲームっていうと主に 4X ストラテジーなりであって、あの RPG でランダムマップやっても特にまあ AI ウォーなりソーサラーキングもなんだかんだ言って 2,30 時間もやるゲームじゃないからね、うん、このゲーム 2,30 時間解けるからもう僕が、20時間ほど溶かしてる。正直今日あの原稿の進み具合がやばかったのはあのローマチックエイジやってたからっていうのもあるこのゲームほんまもろいんだ。まあ、YouTuber の配信に向いてるかどうかっていうのは絶対向いてないんやけどね。あのただテーブルトークのヨタバタチョンをやりながらプレイするには相当楽しいです、今日みたいにね。まあ、おっさんの話でした。申し訳ない。さあ、いろいろと、頑張ってレベルを上げました。経験値なんかで言えば、まあ、今、これ経験値すごい早いにしてるから、まあ、レベルサクサク上がるなってるんだけど、それでも、なんていうか、6万とか。あともうちょっとしたら6万経験値溜まるよ。そう、武器の方は、ショックフレイルですね。マジックアイテム。フレイル持ってるのは、フレイルを使うと、足払いの判定にプラスについて、さらに足払いを食らうとき相手のリアクションを受けないっていうメリットがあります。なので、早いうちにマジックフレイルが手に入ったんで、足払いをつけました。なのでこのファイターが、やってることは主に足払いです。大足振っとったらええねんっていう感じをね、振り回しでやってます。ローグ、早いうちから、プラスのショートソードなりが手に入ったんで、まあ、完全にダメージヒーラーになってもらってます。これがねでかいね。アミュレット・オブ・グッド・ラックっていうね、攻撃ロールなりダメージなり、ロールなりセーブなり全部の、にプラス1のボーナスがつくっていう、これのおかげでこの、金ショートソードっていう、金、クリティカル領域が2倍いったらクリティカルの発生率が上がるっていう、ショートソードなりですね、これらの命中判定なりダメージロールなり全部に、アミュレット・オブ・グッド・ラックの効果がついてるっていう、最強やんこれっていう。まあアーマークラスは今のところチェインサッツ、まあ軽装しかできないんで、ちょっとこれより重いアーマーをつけると、デクストリーのボーナスが下がるんで、仕方なくチェインシャツをつけてるので、アーマークラスはこのレベルにしては低め。さっきのキャラクターがアーマークラス31って形で考えればかなり低いものになってます。アーマークラスって言っても具体的には真ん中の胴体と、縦しかなくて、その他に関してはアクセサリーをつけるしか方法ないのよね。アクセサリーつけるか、デクストリー上げるか、まあ、デクストリー上げても結局、重いアーマーつけたら、最大デクスボーナスが減っちゃうわけなんで。じゃあ、デクストリーが高いキャラクターに関しては、やっぱどうしても軽装にならざるを得ん。となると、軽装になったら死ぬ。なんも軽装になったらデクストリーボーナスからって言っても死ぬもんは死ぬ。なので、毎ターンヒットポイント4ポイント回復するっていうアンコモンのアイテムを手に入れてます。アンコモンでこの強さだってレジェンダリーだとどうなんの本当に。次ドワーフ、おっさんです。おっさんはドワーフのおっさんはアークブレードさんありがとうございます。ゲームを今この僕にギフトしてくださったアークブレードさんが見てくださってます。どうもありがとうございます。非常に面白いです。人生が壊れそう。
ハクスラは人生をダメにするからパチンコや麻薬よりは危ない。これ電子ドラッグやからね、ただの本当に一生ハクスラする装置になっても今、ドワーフのおっさん、ドワーフのおっさんはガン硬いです。でこの硬さが何にあるかっていうと、どんだけアーマーなり、つけたりアーマーつけたり、重量硬いになってもスピードは一切下がりません。なので、フルプレートで本当に言ったらタワーシールドつけたいんだけど、タワーシールドつけると武器の命中率下がるからタワーシールド諦めてます。どういたしまして、楽しんでいただけてるようで選んだ甲斐がありますです。どうもありがとうございます。まあそろそろなんていうか人生がやばいんで、なんかあのちょうど切りのいいところでやめたいなっていう気持ちもあったりはするんですけどあ、このゲームね、戦闘中武器チェンジできるんよ。例えば、今持ってる、バンパイアシミターだったら剣なので斬撃ですから、スケルトンが出た時ダメージボーナスがつきません。スケルトンは、オーダー以外の、攻撃に対して、防御値が、ダメージマイナス5の、修正を持ちます。なので、一応ハンマー持ってます念のためにね。でまた、敵が遠い時のために、ギザームっていう、清流刀的なものを持たせてます。これは、足払いにモーサーつくし、さらに、槍と同じで、2X 約に、1つ離れた、場所を攻撃できるっていう優れものになってます。まあ、主に使うのこれなんですけどね、やっぱシールド欲しいっすさこのゲームアーマー23ヘッ23以下人権ないから。あとこのアンコモナイテムは死ぬほど強い。あの命中することはヒットポイント回復するのよ。おいおかしいやろまあ問題なかなか攻撃は命中しないことなんですけどね。次エルフ、ロングボウを持たしたかったんだけど、フレーミングマジックガイトヘビークロスボウってめちゃくちゃ強い、アンコモンが手に入りました。マジックガイトなんで知力で判定して、知力で判定できるっていうの、まあアーチャーっていうか、まあエルフでさらにアーチャーなんで、まあデクストリーのボーナスが5つ、ついてますから、そこに関しては、マジックガイトの効果は特に関係ないです。問題このフレーミング、当たると炎ダメージが2から10につくっていう結構ダメージがでかい。あとはまあまあアーマーが薄いんで、アーマーを強化するタイプなり、アクセサリーをつけてるって形かな。ヒーラー、特にない。フロストクラブっていう、投げ武器ですね。このゲームそのプラス1なりマジックアイテムっていう投げても返ってくるんで、フライバックっていうそのブーメランみたいに使いができるんですけど、まあ、基本的にヒーラーマジックユーザーなんで、敵を攻撃するぐらいだったら魔法を配ってる方が多いです。最後なんでか知ら、なんでか拾ってしまったんだけど、インビライジングマジックアイテムハンボクロスボウ、ダメージそんな低いんだけど、イモビライジング、敵を行動不能にするっていう。でしかもこれがマジックガイドついてるから、ただいさえ、ウィザードなんで知力が高いっていう20で、この20で、攻撃判定するっていうとんでもない武器になってます。まあ、ただしダメージは低い。あんまり関係ないって感じかな。なので、まあ、基本的には前衛が、今のところうち4人、あ、3人か、ファイター、ドワーフ、でから、ヒーラーもね、なんだかんで言うと攻撃に参加しないんだけど、しないんだけど、まあ、盾持ってるから、アーマークラスが高くなってるって形ですね。で一応その順、まあ、前線には立てないんだけど、ダメージディーラーとしてローグでから、アーチャーは、遠距離の、まあ、主にその後ろに敵の、敵の後ろに控え、敵が持ってるスペルキャスターなりを、狙い撃ちする用の、狙い撃ちしたり、とどめを刺す用のキャラクターです。キャスター、主に、スリープかグリースを唱えます。グリースは、地面がずっとヌルヌルして
敵がツルツル滑って、すってんころりんと伏せ状態になります。伏せ状態からの伏せ状態になると、アーマークラスに防御、アーマークラスにマイナスがつくし、攻撃判定にもマイナスがつくので、敵が立ち上がろうとする、立ち上がるっていう動作が、その近くにいるプレイヤーキャラクターのリアクションで殴れるので、ステンコロリンで転んだ相手の、そばに3人、前衛職が立ってると起き上がるだけで、その前衛職が全員殴られるっていう風なとんでもない目に遭います。なのでこのグリースを早いうち手に入れて一生グリース巻いてるっていうのがキャラクターになりました。そしてまあファイターは、アーマーがつけられないんで、しばらく本当に、アーマークラスなくて泣きそうになりましたけど、まあ、運よくですね、ローブ・オブ・スペルキャスターっていう、定価、3万6000クレジットもするっていうすげえ、マジックアイテムを手に入ったんで、これでようやく一安心って感じかな。ただいま、評判値が、22なので、こうした小都市だけでなく、大都市でも、貿易ライセンスを買えるようになりました。これでより利ざいの大きいアイテムを、売買できるようになったという形ですね。目指すはこれです。大都市、ここが、評判が30、そして、お金が、2万クレジットいる貿易ライセンスを取るのに、ここで貿易できるようになったら、まあ、ひとまずは、目標達成って感じかなっていうところで、ちまちまと、もう、ちまちまダラダラと、やってます。これでね、毎日ね、夜の3時とか4時とか5時とかね、ずっと遊んでんだよね。もう、それ人生ダメになるだろう。なるわ、本当に。うん。ハクスラはが人生壊す。なので、ダメ、絶対。というわけで、ローマジックエイジ、ただいま、1000円。で、言ってます。チーム3万セール中半額の500円でした。で、有志の方がすげえいい日本語モードを作ってくれてるので、快適に、日本語で遊べるようになってます。ワークショップに落ちてなくて、トーチライト2アップローダーに落ちてるから、まあ、ローマチックエイジ日本語で検索したら、日本語パッチは見つかるかなと。キャラクターのグラフィックが気に入らないときは、クイーンズブレードモードを入れて、クイーンズブレードのキャラクターで遊んでください。で、お見せしました通り、キャラクターの、名前何か覚えづらかったら、キャラクターの名前を。価格改定で10になってる。そうそうそう。キャラクターの名前が、ファイターっていう形で、まあ、日本語を使えることできますので、どうしても馴染みなかったら日本語を、入れていただければ、まあ、ログを見たり、するときに読みやすくなるでしょう。というわけで、最後にですね、アドベンチャーモードでですね、ゲロ吐きながら、ようやく育成しつつある、この自慢のキャラクターを見せて、本日の配信は、終了させていただきます。まあ、重ねて申し上げますが、ただいま Steam で10ドルで売ってますね。日本語パッチもありますので、まあ、とにかく D&D の上級ルールで、D&D の上級ルールでひたすらハクスラしたいなりとですね、ハクスラしたいっていう人は、間違いなくお楽しみいただけますの でアドベンチャーモードも、ぎっちりとあのサンドボックスの最低限の、要素が揃っているので、非常にやりがいがあります。で、アリーナモードと違って何でも手に入るってアリーナモードに対して何でも手に入るってわけじゃない、欲しいものがあったら探さなくちゃいけないっていうアドベンチャーモードという形で、ライブラリの肥やしにならずに済みそうです。ありがとうございます。いい具合で、メリハリがついておりますので、この放送機にですね、注目していただければ、発売するまでのロードマップが出てないっていうところで、あとここからどんだけいろいろと追加されるのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、お楽しみいただけると思いますので、お気に召しましたら、ご購入ほどよろしくお願いします。特にね、テーブルトーク RPG 難民の、方はですね、このゲームやると、なんていうか、すごく癒されます。誰にも迷惑かけず、黙々と D&D 上級ルールでひたすらダンジョンクロールしたいっていう方は、ぜひともこのゲームをお買い上げください。
というわけで本日はこれにてラジオの配信を終了させていただきます。ご視聴いただきどうもありがとうございました。今買いました。どうもありがとうございます。あざす、あざす。いや今日なんか思ったよりなんか遅くからの放送だったんですけど、見てくれる人がたくさんいてよかったです。なんか申し訳ない、もっと早く放送したかったんですけど、ちょっと原稿があってね、11日に原稿書を出しますっていう風に言って、結局出したんが23時20分っていう、まあ、確かに11日やけど、お前これ社会人としてどうなんっていう感じで出し方で非常に心も苦しい。まあ明日朝起きてなり昼間ぐらいに多分原稿の構成が返ってくると思うんで、一発で通りゃいいけど、多分スクリーンショット投げ直したらいろいろ多分手入るような、なんてかちょっといろいろ難産してしまった。まあ、近くが、まだメディアの方で掲載されると思いますので、乗ったらまたツイッターでアナウンスしますので、もしよかったら僕のツイッターの方アカウントしてください。今から買います。紹介ありがとうございました。どうもありがとうございます。ちょっと結構なんか雑な紹介だったかもしれないんだけど、ちょっとうまく面白さを伝えられたかどうかっていうのが結構不安だったんですけど、なんか買ってくれる人がいてくれて僕はすごく嬉しいです。まあ最初のうちはね、レベル3ぐらいに上がった時にね、敵がいきなりライトニングボルトとかね、ファイアボール2発打ち込んでですね、自慢のパーティーが反壊してですね、ゲロ吐くといいですよ。だからエクスプローラーモードやればいいのに、休憩したらキャラクター復活するんだからみたいな形でね。僕は最初からクラシックだったんで、キャラクターが死んだ時に替え玉っていうか代役を探すのがすごく苦労しました。マジへこんだ。だからでもダンジョン入るときもずっと F5 ボタン連打しながら入るようにします。だそれすると結局エクスプローラーモードと一緒なんちゃうんっていうふうに思って、じゃあエクスプローラーモードでええやんっていうような感じになった。例えばそのクラシックモードをったそのキャラクターが死ぬものねが、まあ、もうちょっと手軽にキャラクター復活できるんだったらよかったになと思うんだけどな。例えばレベルかける1000クレジットとかさ、それだとレベル7のキャラクター死んだら7000クレジットって結構安いな、そう考えると。まあちょっとすいません、話がずるずる伸びてしまいましたが、この辺で配信の方を終了させていただきます。ご視聴いただきどうもありがとうございました。